で今日ああ寺山さんのあの喋り口っていうかあの語りがテレビであったりそれからコマーシャルだったりそういう時代があったんだなとすっかり忘れていましてね、あの喋り方がこうなくなってもうちょうど30年なんですよね今年でね。まあ話し家の人とかなんかはねそういう CD とかあるわけですけど、寺山さんの別に喋り口だけCD にするわけいかないですからね、まあ、1枚ぐらいあるんですけどもね、そんなようなことで、まあ、今日はなんか無前寺に来たらね、なんか寺山修司の話をまあしてくれっていうようなことで、まあ、私も死んで何十年もになるわけだけど、まあ、今日まあ降りてきた、なんか時代が複雑になっていて、なんか最後はなんかあいつは詩人だけど覗きをやって捕まった男っていうふうにしか評価はないんだけれども、やっぱり無前寺で若い人たちがなんかこうアングラっていうことをもう一度言い出した時に、なんかこう やっぱり降りなきゃいけないんじゃないかなと、やっぱこう無前寺が一番いいんじゃないかなと思ってましたけども、まあ下ネタかったというようなことで、私はセックスでも何でも大変いけないものはないと思っていますけれども、要するに理性っていうのがですね戦争を始めるんだよね。感情的だってことは最もいいことで、例えばボクサーなんかは感情的な人でないと、まあ、できないわけだけども、彼らはその中で自然にセーブして殴りたくない相手を殴っているわけですけども、それは一つの大きい感情の力なんですね。大体理性的なボクサーなんてあり得るわけはない。ボクシングっていうのは血と涙のブルースだよ、こういうふうな言い方になるんですね。昔のその寺山さんと会った頃の歌を今日少しやりますよ。そら俺だって呼んでも満たす、助けてくれどうも叫んでも満たす、公衆便所で吐いたヘドニャ、流行家が似合ってよ、ピンク映画を見ながらさすって、三本立てのいらぬ線釣りよ、それは俺だって歌っても満たす、苛立ち地獄の毎日だったさ、三文版を握りしめ並んでもらった給料袋、希望の雨で布団が濡れて夢見た光で心は乾いちまってよ、それは俺だってわめいても満たさ、酒場の隅で泣いても満たさ、コカ・コーラの空き瓶と読み返された週刊誌、スポーツ新聞の求人欄に消されてしまった初恋よ、消されてしまった初恋よ、それは俺だって走っても満たさ、燃える未来ってやつ目がけてよ、やればできるに騙されて自分が選んだ道に外され、自分が作った自分に壊され、自分が探した家もなくしちまってよ、それは俺だって帰っても見たさ、別れちゃいや世の哀愁列車で帰り自宅のボストンバッグに怒りの生首詰め込んで、故郷の夕日に硫酸かきに、俺は行くんだって言い聞かせてよ、それは俺だってよ、
それはそれは俺だってよ、東京だよおっかさん、東京だよおっかさん、東京だよ東京だよおっかさん、東京だよ。ありがとう、東京大学さん。私たちがまだ20代の頃は本当に東京に出てくるというのは結構大変なことでした、ね。